皆さんおはようございます。マーシーです。前回の動画で派遣会社の営業からお仕事の紹介をしていただき、職場見学決まるか決まらないかのお話をさせていただきましたが、職場見学、派遣先の職場見学の結果をお伝えさせていただきます。結果は結果は不採用でした。まさかの不採用でした。本当に不採用です。今回は本当に不採用です。職場見学どうこう以前に、職場見学自体がありませんでした。どういうことかと言いますと、多分大体昨日の午後2時過ぎぐらいに電話がかかってきまして、昼寝をしていたんですよ。昼寝をしていて、見知らぬ電話番号から電話がかかってきたので、もしかしたらということで電話に出ました。そしたら派遣会社の営業からで、ついに職場見学決まったか、よっしゃーみたいな感じで、もう浮かれていましたら、まさかの職場見学なしという結果になりました。まあまあまあ、そういうことなんですが、まあ、そちらの派遣会社、以前にお世話になったことのある派遣会社で、2022年、確か、2月3月ぐらいにゴルフ場のレストラン業務、レストランのお仕事、1日でブッチしてしまったんです。その派遣会社から電話がかかってきて、ご好意に甘えたという形。そんな黒歴史がある私マーシーにお仕事を紹介してくるなんて、よほど人に困ってるんだろうなと思っていましたら、今回もどうせ受かるなと、高をくくっていましたら、落ちました。落ちましたと言いますか、職場見学決まりませんでした。まあおそらく、とりあえず誰でもいいので、他に他社の派遣に仕事を取られてはまずいということで、とりあえず私マーシーをキープしといて、マッチングアプリではないんですけども、まあ当然ね、私マーシーの1日でブッチしたというデータ残ってますので、キープしてギリギリまで人を探して、他にいい人が見つかったのか、その可能性が高いでしょう。派遣会社の営業の説明では枠がいっぱいになったみたいな形で言われたんですけども、まあ私マーシーにね、お仕事任せるよりも、送り込むよりも、他の人に任せた方がいいという判断が、働いたのではないでしょう。まあせっかくね、本当にやる気になっていたのに、何様なのと思ってしまったんですけども、まあまあまあ、確かに、さすがにデータに残ってるじゃないですか。一日でブッチしたという結果が。まあ今回は、何のお仕事かと言いますと、ゴルフ場のレストラン業務です。ゴルフ場のレストラン業務、1日で2年前、2022年2月3月に飛んでしまったのに、ブッチしてしまったのに、心の中でなんで紹介してくるんだろうという疑問がありました。ただね、ゴルフ場レストラン業務のお仕事、2022年の2月にブッチしたゴルフ場とは違うんですよ。まあ私マーシーが住んでいる富士宮市は、ゴルフ場はかなりたくさんあるので、富士宮市周辺含めればかなりあるんですよ。まあ、つい最近まで9月上旬まで、7月上旬から2ヶ月間、なんとかゴルフ場のお仕事続いたので、皿洗いとかまあその他いろいろお仕事していたんですけども、もう一回ね、頑張ってチャレンジしたいという気持ちがあったんですが、こればっかりは仕方がないので、気持ちを切り替えるしかありません。
今いくらだ？おお、150円、そういえばあったんだ。150、60、70、80、90、200、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、214円。現在の全財産214円。やばいな、本当にやばい、本当にやばいです。やりました、やりました、まさかの5000円。これは大きいよ、本当に。
昼寝最高、マジ最高。入れすぎ？そうじゃないよ。だいぶ焦げた。美味しい。そうだ、これあるんだった。そうだ、そうだ、そうだ。これがあるんだった。そうだよ、これだよ。これ食べるの忘れてた。最高、幸せだよ。ああ最高。